えっと、あの、僕の知り合いで死んだ魚をしてるデブでブサイクのおっさんがいるんですけど、あの、あの顔で生まれたら僕は嫌だなと思うんですけど、あの、普通に顔さらして生きてるので、それに比べたら全然マシだと思いますけどね。なので、あの、別になんか他人のことってそんな人見てないんですよね。なので、あの、意識しすぎだと思いますよ。とりあえず、あの、パートナー作って、ね、あの、要はその、 えと顔だからその死んだ魚の目でも別に構わないって結婚する人もいるのでなっで別にその何かニキビ跡がどうこうっていうのを気にしない人っていうのをパートナーに決めてあ世の中そういうの気にしない人もいるんだっていうので普通に暮らせばいいんじゃないですか